ぱりどのステージも埋まってる。急にステージ抑えるなんて無理だったのかな。心に頼めば、ライブする場所なんて何とでもなるかもしれないけど、それじゃあ意味がない気がする。いや、まだ諦めるには早い。ここはよく来るライブハウスだし、もう一度お願いしてみよう。こんにちは、マリナさん。あの、たびたびすみません。ミサキちゃん、こんにちは。さっきもこのスタジオに来てたよね。はい、あの、やっぱり2週間後どうしてもステージを使わせてもらいたいんです。ミサキちゃん、ごめんね。さっきも話したけど、その日のステージはもう埋まっちゃってるんだよね。無理を言ってるのは分かってますけど、そこを何とか。あ、そうだ、その日は楽器のメンテナンスもあるはずだから、それが早く終わればミニライブくらいならできるかな。本当ですか？じゃあメンテナンス手伝うので、空いた時間使わせてもらってもいいですか？それは構わないよ。けど、美咲ちゃんがそんなにやる気なんて珍しいね。そうですかね。いつも通りですよ。その、なんていうか、どうしてもハロハピの曲聴いてもらいたい人がいるんです。そっか、美咲ちゃんはハロハピのこと大切に思ってるんだね。いやいや、ただ言われっぱなしが嫌なだけですよ。だから別にハロハピが大切ってわけじゃ。うんうん、そっかそっか。一応オーナーにも問題ないかだけ確認してくるね。ハロハピが大切、今まで考えたこともなかった。お待たせ。メンテナンスを手伝ってくれるならライブステージを使ってもいいってオーナーの許可もらったよ。本当ですか？はあ、よかった。実は知ってるステージは全部断られちゃって、もう無理かなって思ってたんですよ。それならよかった。当日のハロハピのライブ、私も楽しみにしてるね。はあ、ちょっと休憩。ここ最近なんかいろいろあったな。でもライブの場所も決まったし、曲もなんとかまとまった。なんとかなりそうかな。はあ、美咲ちゃん、ちょっといい？ああ、カノンさん、どうしたの？美咲ちゃん、最近すごく忙しそうだよね。自分で言い出したライブですからね。今回はいつもより真面目にやろうって思ってる感じです。そっか、ライブハウスを抑えたり新曲作ったり、美咲ちゃん自分から動いてすごいなって思うよ。そうですかね。まあ、ライブの段取りは普段からしてることだけど、今回はなんかいつもより充実してる気がします。自分がやりたくてやってるっていうだけで、こんなに気持ちが違うものなのかって。なんかそれわかるな。やりたいと思ったことをしている時って、そういう気持ちになるんじゃないかな。やりたいと思ったこと、そうかもしれないですね。あの、私この前心たちと一緒にいた時に、すれ違ったクラスメイトの子たちに事情を話さずにはぐらかしちゃったこと、反省してるんです。自分が心たちと一緒にバンドをしてるって知られたくないって思っちゃったのかもしれないです。だからライブにあの子たちが来てくれたら、自分がミッシェルの中に入ってるんだってちゃんと伝えようと思うんです。最初は花女の異空間なんて言われてる心たちと一括りにされたくなくて、バンドやってること誰にも言えなかったんですけど、今は少しは違うみたいですね。私は美咲ちゃんが
そんな風に変わってきてるの、すごくいいことだと思うよ。自分でもどんな風に変わったかいまいちわからないんですけどね。でもライブがやりたいって言ってから少しだけ見えてきたかもって思ってます。そっか、ちゃんとわかるといいね。そうですね。でもまさかこの私がライブしたいっていう日が来るなんて、今でもかなり驚きですよ。そうだね。でもハロハピのみんなはすごい嬉しそうにしてたよ。みさきちゃんがライブしたいって言った時、勢いで言ったからあんまり心たちの表情見れてないんですよね。嬉しそうにか、なんかそれを聞いて私も嬉しいような、いや気のせいかな。私もハロハピのメンバーとしてライブするの結構好きなのかななんて。それ本当？ああ、その嘘ではないかな。それココロちゃんにもカオルさんにもハグミちゃんにも言ったらきっと喜ぶよ。それはちょっと恥ずかしいかも。今のみさきちゃんならうんって言うと思ったのに。いやいや、ご存知の通り私結構そういうの苦手なタイプなんで。じゃあライブが終わってからでもいいからね。ん？特にはぐみちゃんはみさきちゃんがハロハピのことどう思っているか知りたがってると思うから。そういえばあの時、うん、わかった。カノンさん、ありがとう。どういたしまして。